こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今日はですね、腕時計の電池交換についてですが、ネットでお求めになった時計も対応いたします。よろしくお願い申し上げます。今回ですね、ネットでお求めになった時計なんですけどね、結構最初の電池っていうのはね、モニターで入ってるんですよね。製造の時入れるもんですから、その間在庫してる間とか、それで早く切れる場合も当然出てきますので、まあそれはですね、あくまで友情になっちゃうんですよね。特にネットでお求めになった場合なんか結構早く買ってなんかもう1ヶ月ぐらいで止まっちゃったわっていうお客さんも結構いらっしゃるんですよ。ですから、まあ、そういう場合はね、私どもでも対応しますのでね、遠慮なくお持ちになっていただければと思います。まあ、これもちょっとネットでお求めになるのまだ新しいんですけどね、そういう時計なんですけど、もう完全にもう止まっちゃってるんですね。まあ、これも全部うちで対応いたしますので、あと鎖のサイズ詰めとか、インターネットで求めなければ全部サイズ調整は自分でやらなきゃならないですよね。自分でやるかどっか小売店持って行ってお願いするしかちょっと方法ないんですけど、今日の日でね、7月の今日は、5日ですね。まあ、そういうこともございますので、まあ、電池交換とサイズ詰めも全部即対応しますからね、本当に。結構メーカー以外の時計ですとね、結構ですね、まあ、例えばそのビッグウォッチとか大きめの時計なんか、蓋も硬いなんですよね。そういう場合はもうちょっと普通のお店でもできない場合もあるんですよ。こう工具持ってないとか、まあ、そういう技術ないとこは。これ比較的締めやすいと思います。これはね、これは一応手で締まりましたんで、これね、あとは時間とこれね、日付合わせてちょうど今5時10何分ですね。でカレンダーをこう合わせて、はい、これで完了でございます。あとこれ鎖つなげて、これね、OK でございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。